장면이 되면 가슴이 돼. 그건 어대문 깔깔아 떠오르죠. 어디야? 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 으아, 뭐. 인간아. 허리가 안 와요. 하이닝이 됐네. 엄마, 그래서 뭐, 뭐 사실 왔어, 엄마. 아리야. 어, 우리 여기 있을까? 와. 엄마, 거의 아리마스? 二人の大きいためためわかんの言われながらね、大きいためごだけでいいんですか。そうやね。ほんまな。思いっきりね、もうお前ですわですわ言われまくってですね、いいんですか。大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。もう久しぶりやな。いつぶりやろ。もう2年。あのほら、俺が OB 会の後に。今年の1月もっと前いやいやその前の4、5年前になりますよ。なんでまたそんな君のお好み焼き屋でしょ。そうそうそうあれも4、5年前ですよ。もう最近お好み焼きってませんもう何年でもあるんですか。長いほんでね、いやいや、ほんでねいやいや、ほんで聞いてくれ。いや、ほんでね、今車のこと思い出したけど思い出しましたですけど。いや、あの清水さんね、車のこと思い出したんやけどな。はい、そういうこと。はい、入れ違えよ。14、大学のな。懐かしいですね。僕は春にキャッチボールしてもうたわけですよ、清水さん。あの、沖縄。死んだよ、いたや、お前は。してもうた、ちゃうって。あ、じゃあ、あの、名護で、俺がレンタカーぶつけて。清水さん、迎えに来てくださってね、井本先生と。ほなもう無視しとけとか言うてね。あ、タズにそれプロの時やな。そうやね。ハム来ていただきます。ほんで俺タズに、タカさん、あっちゃんが迎えに来て言うてるから。迎えに来てくださいね。朝いきなり俺言われて。タズにタズ。今日タズ電話せよ、お前。いや、ほんで、いやいや、俺はそんでいいね。はい。なんでですか。なんでですか。いや、ちょっと待ってください。今さっきの話ね、中日の人は、ありがとうございます、中日の人が勝が来ないしたら、中日全体が来ないしてくれるわ、俺に。ほんで俺は嬉しいわ。いやいや、ほんで、あざ、わかる、わかる。あざ、もう俺、下で見てね。はい、じゃあ、ジェブさん、あざ、迎えに来たんで。いやいや、タカさん、今日、みんなで集まりますから、あっちゃん、迎えに来てください。タツが言うたんですか。迎えに行ったらいいの。タツ、タツ、いや、迎えに行ったらいいの。迎えに行ったらいいの。そうです。電話で飲んで、分かる。いやいや、電話じゃないの。そのもうグランドで。はい。今度俺迎えに行って、今日は PL みんな集まるから。はい。高橋さん来てるから、わざわざ沖縄みんな集めてますんで、これが嬉しいかな俺。いやいや、いいよ。あれ、俺いつも集めてますやんか。いやいや、全然。俺の話。何言う。お前ら二人だからな。いつも日本一ワールドカップで。お前ら俺に兄貴それちゃう。いや、ほんで俺は迎えに行って、ほんでちょっと早かったから終わるまで待って、レンタカーでな、起きないから、ほんで駐車場止めて帰りですよ。帰りの帰りに代行を呼んだんです。代行な。で、送ってもあのムービー時かどうか分かりません。そうそう、ムービー時かよ。ほなね、あのそのね、運転手がね、キュッて今日ブレーキ踏むんですよ。そうそう、ね、ほんでお前おれへんやろ。おったよ、一緒に乗ってたよ。一緒に乗ってたよ。おれへん、おれへん、もうそんなもん誰も見えへんような感じ。え、なんやねん、なんやねんって。清水さんが、なんやねん言った時、なんか、ね、何が通ったって言うの。猫がね、マンモスが通るとか言うんですよ。お前、引けとか言うんですよ、それね。そっからですよ、さすがピーレモンなんか、高速道路ですよ。お前、降り、降ろしたんすよ。落ちてんじゃん。落ちてんじゃん。あれはね、家でかんなし、超かんなし、運転手もハイで降りたやん、運転手書いたんですよ。ほんなら帰って、あいつどうしてんねやろ、ひょっとしたら、ひょっとするとはね。ほんで、もろむぎ言うやつがおったから、お前運転せえ、運転させて、ほんで、あっちゃん乗ってるし、やっぱ体大事やから、俺は危ない思たんや。危なかったですね、大根のやつが。ほんで俺はもう途中で降り、大根って普通ね、ちっちゃいのついてくるけど、ついてこないんですよ。ついてなかったよ、ちっちゃいの入った時に、後から来ますばっかり言うんですよ、そいつ。お前大丈夫なんか。ほんでブレーキばっか振るから、高速道路ですよ、沖縄の高速道路。ほんで降ろされたやつどうしてんねん。あいつどうやって帰ったんかな言うてな。あ、そんな感覚か。その感覚は分かりませんけどね。いやいや、ほんまにな、そんな管理で
ほんま、あ、なあ、あれはええ思い出やな。誰の話しましたか？井上の話ね。井上頼むで。うん、ポン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 どつくなお前やばお前気やすわでもなやっぱりあの伝説で言うならポン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 お前は水曜の鍋焼きうどんで思い出したけど野崎のうなじをな野崎のうなじそれ何ですか俺うなぎキープさせてて、はい、夜な、はい、朝からうなじを食うぞってうなぎキープしとけよほんで俺めったに朝起きまあまあ朝からうなぎ食ったかもな朝起きってどういうこと朝飯食わない朝飯俺怖いね大体朝参りあるでしょ入りまで寝るから朝参りあるでしょうん朝参りの手前まで寝るからほんで朝参り出るじゃないですか、うん、出る朝は出られますよねほんでもう一回寝るんですかそういやいやその後の飯でしょ朝参りの後いやいやいや俺らの時は朝参りが後やったああ学校行く前に朝参りやったはいはいはいあ、はい7時半ぐらい俺らが 入ってから変わった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 俺が変わらしたああ俺がしゅうさんほんとねあのお二人の学年でね赤札って赤んってもう赤ん赤札ね赤札ね赤札って赤お前ら赤札だよ僕ら赤札だから浅山さん兄貴緑ですよね俺は緑は優勝やね木戸さんいや準優勝しただからあれは一つ上の浅山ランナーが優勝してからジンクスがそうですねでも僕らでまた元に戻したいやでもお前らよう頑張ったと思うよほらどういう意味ですかいやいややっぱ間に挟まれて強い強いまあってなったら振り返ったら俺だって出れると思ってなかったどの年代がですか良い時代やっぱ全然上手かったですか全然ないやっぱりお前お前やっぱりちゃんと言わなあかんから PL も俺の知ってる限りだよ PL も大概やんじゃも多い多いあれやけどこの32期っていうのが一番独特な雰囲気持ってたでも清水さんねその1個下分かりますよ、ね、最悪これね僕入った時に最悪ヘップにねヘップにね打倒大阪府警って書いてるんですよ何時こ来たんや思いましたよだってな良一が俺いつも言うんやけど俺中村監督はい、うんいやいやちょっと待て、はい、お前うんけよお前そこはさはははは高市今度成功から悪いやつが来るととにかく悪いから、はい、お前の飛躍にするからやっぱそうやったんすかほんで両方やんちゃやんちゃほんで気合入れろ気合入れろと両方入った瞬間に僕は今ちょっと話したんですけどだからもう会う2年生の方に、うん、お前が吉田かとお前気合入れときよと気合入れろよとお前が吉田かと、うん、っていうのをずっと会う人に言われるわけですよ、うんうん何を気合入れるんかなと何やと、うん、何でそんなに言うんかな、ね、気合入ってるかとかって言うのなんか挨拶みたいに言われたと意味が分かる分かれへんかってどういうレベルに来たんかなと思ってですねほんでまあ部屋初めての入って初夜ですよ初夜な初夜あお前気合とったなよにしお前は気合とった覚えてます俺覚えてるそりゃビジーって正座してそうそうああもうそれはそうですよほんで俺入って行った瞬間にサダイ所とかかかってこいそうですよマジでサダイかかってこい部屋一緒やったんですか部屋一緒やサダイさん下川さんサダイさん吉田さんキャッチャーばっかりですキャッチャーばっかりやほんでサダオがおってもう空気が読みやそうですよ。で僕見ていいですか？うん、言うて。チョコボーンの話ですか？いやいや、チョコボーンの話ですか？初夜。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 入場の初日やな。初日。その日。もう2年生の方に、もうみんなお前消える時よと、気合入ってんのか、お前消える時よと。清水、さっきの話じゃないけども、清水、タカ。うん、タカな。清水。テテテス。これ、何やと。でも、キャプテンはタカやと。誰やと。誰やったの？お若め。そうそう。これはもう。入る前でしょ。入る前。で、ショウヤ。多分キャプテンの部屋や。やばい、みんな気合い入れると言われてると。どんな人やったら、こんな、おお、行くぞみたいな部屋入ってくるときに、俺はボーン、ボーンって来るわけや。301ですか？俺は、301は、じゃあ、203やな。203。2階やったな、これは。もう3階遠いから。ボーン。これか、タカかみたいな感じですかこれが清水のタカだよお前ら、おい来たぞおい、サダイかかってこいとか言うわけや何の話やと思って俺、正座してる、1年生からラブにしていいとも言われず何も言われず、おい、サダイかかってこいと、はい、何やと、おい、
今見てきたやん。大丈夫ですか？ビデオな。格闘技、そう格闘技のビデオだよ。顔。さっき言ったのね、あずし言うたよ。コールデンの半ズボン。清水さん、あのこれみんなさっき話したんですけど、夏場ね、青色のね、コールデンの。OP のな。そう。それじゃこだわりあったんですか？いやいや、こだわりはないけど、ラフやん、剣のとか。で、その時ね、あの広場でね、必ず横から切った。たまらんな。それは分かってたんですか？俺も分かって。分かってん、分かってん。分かってん。兄貴ね、どこまで足広げんねん、言うぐらい足広げてん。ほんで、言う、怖い。このお顔が17歳ぐらいで、このお顔やって、兄貴。ほんまやばい。怖いやん。ゴールだよ、ほんで。ほんで、どこまで足広げんねんぐらい足広げて、お前らな、言うて、ゴールデンの、まずな、あのズボン、どこでこうだったから、始まる。あれ生まれて初めて見たよな。短かったからな。そう、ラグビーのパンツみたいに。ラガーパンツやな。ほんで15歳、16歳、初めて見たあのコール店のハンズ。ほんで俺、斜めっかーするから、よう見たら、金玉見えて。これ絶対やねん、これが。絶対履かなあかんねん。毎日やねん。洗濯が出たらほぼ毎日や。乾くんですか。乾くしちゃう。乾かさなあかんねん。下に類は、病院ちゃうねん。洗濯付き人でないのに、ないのに部屋小屋やで。下着類はユニフォームは付き人の今岡や。今岡や。あれもまた今岡っておったやん。今岡ね、今岡3や3やって今岡やセンス抜群でした。そうそう、超VS だね。超 VS だ。違う、上手やからな。練習しない人でセンス抜群だよ。そんな人にはうるさかったけどね。うるさない、うるさいね、うるさい。わかるでしょ。何も言えへんねん。でも兄貴も今岡にな。いや、あれがタイプちゃうかって。そうそう、タイプちゃう。あの月見てたらマッサージ来るやんか。何も言わへんねん。多分しんどい。ちょっと触っただけでも帰れ。そうそう、もうええと。何ですか？いや、もう領事おるから。よし、帰りに。ほんで俺の月見が中島さん言うて、もう俺も最高や。やり方分かった。まさに青学行ったから青学で、俺はそういうのもあって青学ちょっと行きたいな。お前便所で中島さん運行しながら説教された言うとったやんけ。どしだなお前な。運行し、もうじれったいやな。でもバーンって言えのにな。ネチオに前言ったらネチオみたいなもんな。でも最後でマッサージない、洗濯ないね中島さんは。洗濯ないないね。自分で俺はなかった。で、ないの兄貴は知ってたから、うん、で、まあ、すれ違うやん、今岡と付き人で部屋に来る。帰る。うん。で、俺は言うたら、部屋帰る。行く。すれ違う。すれ違う。一瞬やから。で、兄貴はもうないの分かってるから、中島さんのマッサージとかないの分かってるから。おい、吉田君。おい、今やってやんか。おい、行け。行け。行けって。行けって。チョココーンやろ。チョココーンですか。やっぱチョコフレークじゃないですか。チョココーンチョコレートコーティングされた。あれ、あつし知らんか。知らん。僕らチョコフレーク、ハッピーターン。ハッピーターンはまあですよね。兄貴今日ね、一番最初のスタートがあつしがね、うちで何を思い出しますかと。僕はマルシン。まあハンバーグ。マルシンの卵巻き用意しろと。やったやつよ。でもね、兄貴、焦げとったんですよ。説教、僕、赤丼ぶつけてますわ。あらわかんですからね。卵、カラカラやった。ほんでね、石言われたんですよ。石と。お前、あの顔でとったの。これ、石。おいって言う顔やったからね。でも、あんちゃん、俺言うたやろ。石。あれを、あ、皆さん、俺やて。お前誰にこれ、お前深夜がこうしたらどうすんねん。